ートキャニオンを突破したホワイトベースであったが、彼らを狙うガルマザミの追撃はガウ攻撃功をせくガルマに。だがそれはシャアの恐るべき陰謀の序曲であった。バカな、シャアの報告と違うではないか。ガルマ、聞こえていたら君の生まれの不幸を呪うがいい。何？不幸だと？君はいい友人であったが、君の父上がいけないのだよ。シャア、はかったな。シャア、シャアの謀略によってガウ攻撃空母はホワイトベースに捕らえられ、そしてただ一人、我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。いざ始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。諸君、我がジオン公国の戦争目的が、せい一握りのエリートが宇宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配して54年、宇宙に住む我々が自由を要求して何度連邦に踏みにじられたかを思い起こすがいい。ジオン公国の掲げる人類一人一人の自由のための戦いを神が見捨てるわけはない。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ。諸君の父も兄も連邦の無視な抵抗の前に死んでいったのだ。この悲しみも怒りも、それを国民悲しみを宇宙の一ザビ家の長兄ギレン・ザビはガルマの葬儀を大々的に執り行う。その結果、激闘は憎しみ深く。
ス、これ以上やらせるか。落ちろ。こいつ甘く見てると痛い目見るぜ。親父、休ませてもらうぞ。13人だ。みんな、何を食ってもいいぞ。作戦前の最後の食事だ。あなた、今度の作戦、どういうおつもりで受けたのです？不服なのか？いえ。お前が考えている通り、今度の木馬討伐の作戦はザビ家の個人的な恨みから出てはいる。しかしだな、この戦いで木馬を沈めてガルマ様の仇を討ってみろ。わしは二階級特進だ。わしの出世は部下たちの安定につながる。兵たちのため？お前のためでもある。ザビ家により近い生活ができる。まあわしに任せておけ。信じております、あなた。うん、ハモン、食事にしよう。あなたは何になさるの？任せる。じゃあ何かできるものを14人分。一人多いぞ、ハモン。あの少年にも。あんな子が欲しいのか。まさか。あの、なんていうか、
ご好意は嬉しいんですけど、僕にはいただけません。なぜ？あなたに物を恵んでもらう理由がありませんので。ハモン、一本やられたな、この小僧に。君のことを私が気に入ったからなんだけど、理由にならないかしら。そんな。小僧、ハモンに気に入られるなどよほどのことだぞ。でも僕そんなつもりじゃありませんし。気に入ったぞ小僧、それだけはっきりものを言うとはな。ハモンだけのおごりじゃない、俺からもおごらせてもらうよ。ん？そんなんじゃ。ランバナル隊、怪しい奴を捕まえました。何？スパイか？は、行動不審の女が。アムロ、フラウボ、あなたのお友達ね。はい。しかしこいつの着ているのは連邦軍の制服です。そうなのか、ハモン。さあ、そうらしいけど、この坊やのガールフレンドですって。ほう、話してやれクランプ。は、小僧、アムロとか言ったな。は、はい。なるほど、いい目をしているな。それに度胸もいい。だがな、頑張れよ。アムロ、行こう、フラ。あの二人、このチクランプ。は、we'll be right back.
Yeah.
てやられて黙っていられるか。まだまだこれからよ。そんなんじゃこの俺はやれんぞ。
してください。このまま見過ごすわけには参りません。 You don't.
機って自分から攻めていかないとダメですよね。ここからが本番ってね。さあ行くぜ。射程に入った。今ならこのまま突っ込むぞ。戦場には勝者と敗者しか存在しないのさ。もう終わりにしましょう。この程度の相手なら恐れることはありません。こいつら戦闘慣れしているのか。なんということ。ここまでか。
Thank you.
宇宙世紀0079 11月。サイド地球連邦軍、砂漠の人。しかしマクベイス、ホワイトベースは オデッサ作戦に参加した全ての戦死者に対して哀悼の意を表し、全員敬礼。僕のせいでマチルダさん、マチルダさん。ホワイトベースを守るべくマチルダはその身を挺し、儚くも散ってしまう。アムロにとって初めて知った女性の香りを残して、しかし戦火の中に散っていった命一つ一つのその深い悲しみを慰めることなど誰にもできはしない。それでも彼らは人の死を乗り越え戦い続けねば。ジャブローに散る。
まで来てホワイトベWe'll be right back.
Yeah.
さらにできるようになったな、ガンダム。シャメ、逃がしはしない。うかつなやつめ。そこ、こいつ小ざかしいと思う。いただき。冗談ではない。私に出会ったのが貴様の運の尽きだ。
やらせはしない。you
ジオンをたたYeah!
袋が落ちて。やらせはしない
ジュンを叩く。
We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.
ジュンを叩く。
ジュンをたた。
する。